皆さんこんばんは、日本仕事百科の中村健太です。お二人自己紹介。こんばんは、日本仕事百科の中川浩介です。日本仕事百科のイベントの担当、中野翔子です。はい、なんで今日ここに来てるかというと、ここでやるんだよね。何やるんですか？今回やりたいのは焚き火を囲んだ企業説明会をしようということで、いつやるんですか？5月13日から15日、ゴールデンウィークの翌週ですかね、翌週末で、14日がまあメインイベントということで、14日土曜日、まあ実質14日15、14、15土日、ちょっと前夜祭的なのが13日金曜日、まあちょうどこうゴールデンウィーク明けの5月っていうのは梅雨に入る前で、すごい気持ちいい季節で、軽井沢、北軽井沢のあたりはもうちょうど新緑が芽吹いて、僕なんか紅葉も好きだけど一番新緑がの季節が好きなんだよね。いやここら辺の新緑すごいですよね。ここはどういう場所なのか、というと、北軽井沢という場所なんですけど、北軽井沢って言うんですけど長野県じゃなくて群馬県です。もともとね、代表の福島さんという方はここで生まれ育った開拓2世だったの。もう子供の頃は朝起きたら横に雪が積もってるみたいな、掘ったて小屋みたいなところで生まれて、でなんか一回ねこの場所離れるんだけどまた戻ってきてキャンプ場を始めると。多分構想自体は3年前ぐらいからあったのかなと思いますね。なんか自分がこうね、就活、転職だったりとか就職だったりとかするっていう時に、まあ、自分が知ってる会社だけじゃなくて、なんかその周りにあるいろんな会社を知る機会としてはすごく合同で集まる、いろんな人たちが集まってて、なんかそこに行くといろんな人を知れるっていうのも面白いと思ったし、まあそうね、なんかまず知るっていうのはすごい大事なことだと思うんですけど、なんか、まあ、その人、その会社の誰々さん、まあ、最初僕も日本仕事百科の中川浩介ですって言ったけど、まあ、である前にまあ一人の人であって、まあ、みんなその肩書きを取っ払った時に、まあ、それぞれね、普段のその何て言うの、仕事とは関係ない趣味とか、なんかいろんなことを抱えながら言ってる人が、なんかその学生ですとか、どこどこの会社の何々事業部の誰々ですっていう、なんかそれをこうない状態で、まあ出会うみたいな場がなんかいいのかなっていうのは、今回やろうとしてるこの囲む仕事やったは、そういう場なんだ、イメージしてるのはかなと僕は思ってますし、仕事百科で今までやってきたこともなんか一緒だとは思ってますね。今回やろうとしてるのはそういう、なんていうの、ブースがあって、担当の方がいて、ちょっと興味がある会社のところに訪ねて話を聞くっていうんじゃなくて、これがブースなんだよね。まあそうですね、焚き火を囲んでいろんな企業の人が座ってて、まあ気になる会社の人
ところに一緒に座って話をしたりとか、うん、まあなんかわかんない、どの会社かわかんないけどあの人面白そうっていう人がいたらそこに座ってみたりとか、別に就職と か興味がなくても、うん、なんかとりあえず座ってみて、で今こうやっぱこうすでに過ごしてても気楽、確かに、うん、そうですね、なんかだんだん気楽になっていく感じ、うん、結構楽しいイベントにできたらなって今いろいろ準備をしてますよね、うん、キッチンカー呼んだりとか、そうね、サウナワゴンも来るしね、うん、その辺にサウナワゴンが来る暗いけど、ね、そう、すぐそこにサウナワゴンが来て、うん、あー、なんかこうやってね、企業の人がいるような焚き火場もあるし、特にそういうこともない、みんなで囲む大きな焚き火スペースもあるし、うん、あとはあんま話すのがいいって人は黙々と火を見るだけの焚き火スペースもあるし、まあでね、なんかこう思い思いに焚き火をしたり、うん、サウナ入ったりご飯食べたりお酒飲んだり、うん、まあトークショーもね、中のあっちの建物でするのとあっちでいろんな人の話を聞いてみるのもいいかもしれないし、あとショップもね、でき、うん、出店企業さんのあお店も できるから、そこをちょっとブラブラしてみるのもいいかもしれないし、まあなんかあんまりこう、もちろん切実に仕事を探してる人もね、もしかしたら仕事が見つかることもあるかもしれないけど、まあ全然仕事を今の仕事で順調ですとかね、うん、転職するつもりがない人とかでも、まあこういうのがなんか面白そうって思う人も多分来てもらえたし、うん、そういう人もね来ていただけると思うから、うん、参加者同士でまあ普通に楽しく過ごすこともできるだろうし、うん、お仕事探してなくても来れるイベントにしたいよね。このイベントもトークを聞く場も場所もあるし、話をする焚き火もあるし、話をしちゃいけない焚き火もあるし、サウナもあるし、フードトラックも来てご飯も食べれるし、いろんな、まあ、ワークショップをするか、ね、部屋もあるし、うん、まあテントをね張って泊まりながら、まあ2日間3日間過ごす人にとってみると、そういうところでだったらちょっと休憩でテントに行ってちょっと昼寝してもいいし、まあなんかすげえ選択肢が、そんななんか場所にしたいなっていうのはあるね、なんか漠然と。結構仕事やっかもさ、あのよく伺うのは、あの全然就職するつもりがなかったけど読み物として読んでいましたと、でもなんかすごいピンとくる求人に出会ったから応募して今この仕事に就いてますみたいな、うん、いいハプニング、うんうんうん、あんまり決まりきったことがない選択肢がある状態でなんか自分のそのねやりたいことをやりたい方に行ったらそういうことを予想してなかったけど、そういうことが起きるようなこともあったら面白いなと思うしね、うん、うん、そうですね、なんか就職とか転職ってパンってここで、まあ見た目としてはこの会社からこの会社に変わりましたとか、移住とかもそうですけど、ここからここへ移りましたっていうのが、まあ、はた目から見るとすごくはっきり分かれるように見えてるけど、うん、なんかこういうことしたいなとか、こっちの方が気になるな、こっちに行ってみたいなって思い始めてから実際にその決断をするまでの間ってなんかほんとグラデーションだなと思っていて、これがこれこれこうがきっかけですって後からは語ることもできるけど、なんか実際にはもっとこう曖昧な時間っていうのが結構長くあるように僕は思って、僕も
半年前ぐらいに移住したんですけど、なんかそれもねすごいそんな感じがしますね。実際に動いたのはなんか数ヶ月の間にこう決めてパンパンって引っ越しまでしたんだけど、なんかそのちょっとここじゃない場所に住んでみたいなとか思い始めたのは何年か前だったよなとか、そういうことを思うとね、結構そのなんか移行期間というかグレーゾーンみたいな時間ってみんなあるんじゃないかなと思うんですよね。すごいこうパンパンって判断してるように見える人のその判断ももしかしたら本当に何年か前から始まってたってことばっかりだよなと思うと、なんかこのイベントも本当に今年初めてやりますけど、何年かやっていくうちに自分の中でこうそういえばみたいになんか見えてくるものもあるかもしれないし、なんかそういう意味でのすぐ何かが結果につながったりとか、こう実際の行動にすごくつながらないっていうことを肯定できる場であったらいいなって思って、なんか思ってるかな。私は就活生とかまさに今中川さんが言ってたみたいに、結構グレーゾーンの方多いんじゃないかなと思ってて、いろんな企業の話だったりとか会社見ててもなんか決まらないみたいな人、私も実際そうだったしあるんじゃないかなって思うんですけど、なんかそういう方たちにとってプラスになるいいきっかけになるんじゃないかなって、なんか就職先が決まらなくとも自分のやりたいことが決まって言葉にできるようになるだけですごい道にグンって進むと思うし、そういう時間になったらいいなって私は。グレーゾーンってなんかこうなんていうかな、ネガティブなイメージもあるよね、なんかその世の中にはさ、そのファジーなねグレーゾーンっていうの、は嫌な人もいるじゃない、もう絶対嫌だみたいな、なんかちゃんとこうはっきりさせたい、白黒はっきりさせたいみたいな、世の中広しといえども、同じ大学に通ってる人はある種の似たり寄ったりとまでは言わないけど、なんかそこが世界の全てだと思うと世界はもっと広いじゃない、だからそういう意味で言うとなんかね、会社に勤めてる人、僕もサラリーマンやってたことはあるんだけど、やっぱりその会社が全てだという錯覚になりがちで、その中での相対的な価値観に陥りがち、まあそれは大学もそうだと思うよ、あの学校とかもそうだと思うけど、やっぱり自分が所属するね、なんか人たちの中にいるとそれが全てというかその中でってなりがちだけど、それをなんていうんだろうね、あの、飛び越える経験っていうかね、があるっていうのはいいことだと思う、あ、こんな人いるんだみたいな、話聞いただけじゃ意味ないだろうっていう考え方もあるけど、結構人の話を聞くって大きいと僕は思っていて、まあ聞いたりそういう人が視界の片隅に入ってたりするした上でどう考えて行動するかっていう意味では、なんかすごい安心もするし、まあなんだろう、こういうふうに生きていく道もあるんだっていう安心感もあるし、なんだろう、なんですかね、なんか安心感って、あの僕もあるなと思って、そのなんかここで話した内容による安心感というよりはね、その要はいろんな人と会ってね、あ、なるほど、こう情報として安心するというよりは、なんかこういうことをやってる人がいて目の前にいると、会話してるっていう事実だけで、なんか会話は本当世間話だったとしても、なんかすごい
なんていうかな、内容よりも、うん、そこにいるからなんか感じるみたいなことも結構多かった。自分が独立する手前とかはやっぱりいろんな人と話して、サラリーマンとかで会社とかやってると、なんていうのかな、あの独立なんて怖っみたいなイメージがあったけど、実際それで自分の仕事をねこう作ってやってる人たちのであって、なんかいろんな話をしたり、なんかねくだらない話もしたり、世間話したりとかしてるだけで、あ、なんか自分もできるかもみたいなっていうのはあったかもしれん。まあ、だからこうやって結局ね、この焚き火を囲むようなこの合同就職説明会で、ただ焚き火を囲みながらマシュマロを焼いて食べて、あはあはって笑いながら会話するして、なんかそれはそれでいいとか悪いとかじゃないけどね、うん、面白い時間になりそうだなって思う。楽しみですね。うん、あっという間に5月が来ると思うので、あっという間ですよ、うん、5月13日14日13、14、15、日本仕事百科のホームページ、はい、ぜひご覧になってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。